私にとって幸福の科学は、まあ、ネタ帳ですかね。サラリーマンをやってた。サラリーマン、はい、あの3年ほどやってました。はい、それは大学卒業されて。大学卒業して、それでまあ1年ぐらい、まあ、プラプラしてたんですけども、まあ、そこから就職して3年間の建設会社で働いて、あの工事現場でヘルメットを作業に来てっていう感じで。それはご自分の力で就職されたの？いや、あのそれは劉邦が見つけてきました、就職先を。ほう、はい、建設会社が航空科学の建物を作っている会社でして。はぁ、はい、そうなんですか。そこご立派な建物ですね。はい、あのまあ、どうだっていう話があるけど、はい、そっち行ってみるか、はい、一応業界最大手の会社でしたので、はい、あのまあ、経験としてはやってみるのもいいかなと思いまして、はい、あ、じゃあそこに行きますということで、そのまま3年間働いておりました。はい、で会社員されて、その後幸福の科学の国に戻られたんですか？そうですね、まあ、その、まあ、劉邦から、はい、広島が映画を作ってくれないかと、はい、で、まあ、広島が3年間いなかった間、はい、他の職員に映画を作らせたけど、やっぱり広島じゃなきゃいい映画は作れないんだと、はい、まあ、いうことで、やっぱり作ってくれないかと、はい、いうことで、まあ、いろいろ言われました。ちょっと状況的に私も、まあ、離婚してるんですけど、はい、まあ、離婚した直後とかで、はいはい、まあ、ちょっといろいろと断りづらい状況とかもあったりして、はい、あの弁護士 の紹介とかもしてもらったので、はい、彼も離婚してるので、まあ、離婚の先輩とちょっと、はい、あの話を聞きに行ったりとかして、はいはい、それ多少世話になったところがあったので、はい、あのそれをやってもらった直後にその話だったので、はい、ああちょっとこれは断れないなと、ええ、で私の中にそのまだ映画制作をやりたいって思ってる、はい、あの気持ちがくすぶってるっていうのを彼はおそらく見抜いてたんですよね。はい、どうしてそういうことをされる、コントロールですか？コントロールですね、はい、あの彼の目的としてはやっぱりその、宗教の本堂の方の、はい、2代目にしたいとか、はい、っていうのがあったわけで。それはそうですね、はい、だったので、まあ、映画っていうのは餌なんですよね。そのあのこっちが映画をやりたがってるのが分からないので、はいはい、あの僕にとって有利な条件を最初に出しておいて、はい、でそこで、まあ、契約を取り付けて、はい、後からそれをひっくり返すっていう、そのこっちが断れない状況になってから、はい、っていうのがね、彼のやり口なんですよ。あの父と子 の、はい、あの愛情ある会話っていうのはあるんですか？はい、ないですね、はい、一切。あのまあ、唯一あの彼から愛情を感じたエピソードがあると言いますと、はい、中学1年生の時に、はい、まあそのまあ、私、まあ 部屋で一人でいたんですけど、竜、はい、王がいきなり来まして、はい、それなんかどうしたのって急にしたら、はい、広志、パパはね、世界で一番嫌いな男と結婚したんだよ、いきなり喋り始めて、はい、まあ、その母親と何か喧嘩したみたいな、はい、おそうなんだ、うん、まあ、こう1時間ぐらいずっと母親の悪口をなんかバーッと言って、はい、まあ、それで、なんかストレス溜まってたんだろうなと思って、まあ、そんな大変だねって聞いてたんですけども、はい、で、ひとしきり喋り終わった後に、ひろし、最後にいいこと教えてあげるよ、うん、今、周期だろ、お前っつって、こんにゃくをお湯で人肌に温めて、それで自分のに巻きつけてやるとすごくいいよ、うん、やってみようっつって、ああって感じで選ばなかったんですけど、そう、まあね、ちょっと思春期の息子のね、はい、その何て言いますか、性教育というか、優しいというか、はい、それは唯一覚えてますね、はい、優しいところあるじゃないですか、はい、まあ、それだけですね、唯一の、はい、人間らしい情といいますか、そういうのを感じたのは、それが一切、ね、それを言うためにお母さんの悪口をずっと1時間なんかその愛情表現が、はい、あの信者様たちにはできても、はい、ご自分の身内には苦手な方なのかもしれない。そうですね、まあ、ただ、まあ、私の場合はそれぐらいしかなかったんですけども、はい、長女のさやかって何の後継ぎなんですけど、はいはいはい、あれとあのアレンジャーシーとかはかなり結構過保護といいますか、はい、まあ、彼女はその中高女子高で大学も女子大に行ったんですけども、はいはい、まあ、夜夕食の時間が、午後6時からって決まってるんですけど、6時、はい、早いんですよね、はい、そうで、まあ、男どもは別にその6時の時間にいなくてもいいんですけども、はいはい、そのさやかが帰ってくると、はい、最初なんで帰ってくるんだ、遅すぎるぞって感じでものすごい不機嫌になるんで、はい、でもそれでもああもう最後さやかどうせお父さんと行って遊んでたらああ申し訳ないみたいなわーみたいな感じになるんで、さやかはそうなっちゃうから、はい、大学の授業が終わったら6時には必ず家に帰ってきて、はい、ご飯を食べて、それで7時半ぐらいになってご飯を食べ終わったらまた外に行って遊びに行ったっていうね、だからあのリュウコはそれ多分知らないんですけど、はい、わー、お父さんらしいお父さんじゃないですか、すごい、だからその長女のさやかに対してはものすごい過保護でしたね、はい、
次継がれるのがご長女だと思いましたら、そのご長女があの助けてとかアドバイスとか、はい、そういうのを求めてくる可能性はありますか。いや、ないと思いますね。彼女はあの、まあ、かなりその、まあ、女性なんですけども、かなり合理的といいますか冷徹 なんて現実主義者なので、はい、多分そうすがってくるってことはないと思いますね。話戻しますけども、はい、そう失礼いたしました、なぜ、はい、その出るように向かってしまうんですか、はい、その映画の仕事されましたよね、はい。まあ、決定的だったのが、あの清水文香さんの件ですね、はいはい、あれであの出刑騒動、はい、みたいなのがありましたけれども、はい、辞めるのを決心したのはもうその清水さんの、問題が起きたのが2017年の2月 でそこからそのさらば青春、さらば青春の撮影があって、それが終わったのが2017年の11月で、撮影が終わった後に最後にその大川隆法に会ったのがその、はい、2017年の11月なんですけども、はい、まあ、その時にもう洗いざらい全部喋ったわけですよね、はい、清水さんの件も、はい、あの社会に迷惑をかけてますよ、あなたはと。だからそういうあのちゃんとやるにしても、まあ、守る姿勢は守って、あの社会に迷惑をかけないような形で活動をされるべきなんじゃないですかみたいなこととかを。ということは一番後継者にふさわしいじゃないですか。あ、まあ、なんですけども、やっぱ彼はどうしてもその、なんて言いますか、自分に対して、まあ、意見を言う人間ですとか、あと自分より高い見識を持っている人間は彼はもう使えないんですよ、あのプライドが邪魔してしまって。でも清水さん、そういう、大川先生を親としては好きなんじゃないですか。いや、あの親っていう感情が全くなくて、その、はい、なんて言いますか、接触している時間が、一般的な家庭の、父親、母親、まあ、両方ですけども、はい、極端に少ないので、はい、通行人のおじさんと一緒です、感覚としては。はい、まあ、なんとか、縁を切って3年ぐらいになりましたけど、ありがたいことに、ね、いろいろ映画も、はい、まあ、1作目が6月6日に、はい、グレーゾーンっていう人形映画なんですけど、はい、これ公開できることになりまして、はい、まあ、あとはその役者の仕事、はい、今あの舞台とかもやってますし、はい、あとはまあ YouTube とかも、まあまあ、そんなに大したことはないんですけど、まあ、そこそこぐらいはなってきまして、はいはい、あとは、まあ、赤坂であのバーを経営したりとかもしてまして、すごいですね。なので、まあ、一応、まあ、なんとか自分の生活まではなんとかなるぐらいにはなってきたので、はい、ヒロさんにとって幸福の科学って何だったんでしょうか。私にとって幸福の科学は、まあ、ネタ帳ですかね。ネタ帳。ネタ帳。はい。まあ、映画の脚本を書いたりとかするので、はい、そういったところで、かなりその、なんて言いますか、人間って実際追い詰められたら、こんな行動に出るんだとか、はい、人を裏切るときって人ってこういう動きをするんだなとか、そういうのを、本当に、まあ、3歳、4歳ぐらいの頃からずっと観察して、これって、お金をこうやってちらつかせると、人ってなんかこんな感じの、立ち回りするんだとか、そういうのを見てこれたんで、あ、まあ、人間観察と言いますか、はい、まあ、それは自分で、まあ、本を書くときとかにいい引き出しになるので、はい、そういったまあネタをくれた、まあ、そのなんて言いますかね、まあ、ネタの源泉みたいなところでは、はい、まあ、価値はあったのかなと、まあ、それぐらいですかね、はい。日本には神様、ヤオルゾ神様たくさんいらっしゃって、はい、で信仰の自由がありまして、はい、幸福の科学についてらっしゃる熱心な信者さんたちをご覧になってきて、はい、どう思われますか。結構私が YouTube でいろいろ言い始めてから、はい、結構その、まあ、歴戦の信者さんとかでもかなり抜けてる人がバタバタ出てきてるみたいで、うん、そういうやめて30年信じてましたけどやめてきましたっていう人がその、赤坂 そのパー3代目っていうお店をやってるんですよ。そこに来たりとかするんですよね、はい、広瀬さんも YouTube でやめましたみたいな。ただその惰性でそのままもう今更30年間やってきたことを変えられない人っていうのはそのまま、まあ、変わらないのかなという感じなので、信じるのをやめるのが怖いっていうのもあるかと思います。長年信じて、そうですね、それを信じてまっしぐらに生きたので、はい、それをやめるっていうのはこの人生の中でやめてしまうのが怖い、そうですね、というのもあるかな。なんか自分の人生を過去がなくなってしまうようで、なんか頑張って信じてきたことはこのまま貫きたいという方たちもいらっしゃるかなと思うんですけども、そうですね、ありがとうございました。